はい、えー、どうも皆さん、こんにちは、人です。ということで、今回はですね、えー、ソフトバンクの柳田選手について、えー、考えていこうという回になっています。はい。まあ、柳田選手はですね、まあ、今シーズンもソフトバンクで中軸として活躍しましたけども、 えっとですね、今シーズン141試合に出場して3割28本ということで、まあ、柳田選手としては非常に、まあ、良い成績、えーまあそうですね、昨シーズン3割4分2厘だったんで、まあ、ちょっと数字が落ちましたけど、それでも3割を打ってホームラン28本というのは非常に良いペースだと思います。特に32歳ですからね、その選手としてはすでにもう峠を越して、まあ、これから衰えていく。 えーまあ、年齢と言っても、まあ、年齢というべき選手なんですけど、まあ、その中でね、えー、しっかりと、えー、この成績 OPS9 割2分九厘は素晴らしい数字なのでああの一軍でしっかりと結果を残したことは素晴らしいというふうに思います。であのー まあ特にね、柳田選手について見ていきたいところとしては、29歳が全盛季節っていうのがまあ,ありまして、29歳が、実際、柳田選手も29歳のシーズンにホームランのペースがーキ,ャリアキャリアハイです、ホームランのペース。ホームランの数自体もキャリアハイなんですけど、でそっからぐぐっとまあちょっと衰えていく傾向にあるかなと。その前を見てもまあ <laughs> まあそれを上回るやつはないって感じですかね。はい。という感じでして、まあ2018年が柳田選手のキャリア範囲になることは間違いないと個人的には思います。まああのトリプル3達成したシーズンもまあいいんですけど、うーんど。 一応キャリアハイにするか結構難しいんですが個人的にはホームラン多い方キャリアハイに29歳ですし、まあ、これがキャリアハイって考えるのが妥当かなと個人的には思います、まあ、3割4分2厘とかねだからその実際年齢の,その衰えっていうのをちょっと考えてみたんですけど結構キャリアの終盤までねなんか40代とかまで全然打ててるんですよね ああのまあ、柳田選手があまりにも規格外でちょっとあのなんか衰えが柳田選手に衰えが発生しないみたいなことになってしまってはいるんですがまあそういう感じですので OPS もなんかねギリギリまで OPS8 割台みたいな感じですけどまあ柳田選手は今超能力があるんであ,の、まあ、ある程度警戒されてる部分もあると思うんでねもうちょっとガクッと衰えが来る時期がいつか来るとは思うんですけども。 まあ少なくともね、えー、36歳のシーズンぐらいまでは、普通に1軍で多分よろしくやってるっていうのは全然考えられると思いますね。あの74試合の出場ってなってますけど、まあ普通にあのこの成績なら、ある程度ね、シーズン、あのフルシーズン1軍にいてもおかしくないですしね、まあ、ホームラン20本ぐらい、あの1軍で36歳のシーズンで打っててもおかしくないという感じなんですけど。 ただね、柳田選手に関して1つまあちょっと気になるのはまああの2021年、ちょっとフォアボールがねあの急に減ってるんですよね。で、これは前も動画にしたような気がするんですけど、フォアボールの割合が減っていて、三振の割合は同じぐらいなんで、BBK が一気に悪化してしまったという感じですね。基本的にあの柳田選手 BBK は 非常に優秀な選手なんですけど定期的になんかね2018年もそうなんですよねあのまあ基本的に選球眼がすごくよくて出塁能力がすごい高い、あのー、バッターであるはずなんですけどただね急になんかあのボール球を振り出すシーズンが現れるんですよまあそれが2018年と2021年なんですけどただね、えー、と2018年はただゾーン内のスイング率80%っていうね まあボール球にはまあ平均程度に手は出すけどもうゾーン内の球はガンガンいくぞっていう感じのシーズンでしたねで2020年がねもうおかしいんですよ2020年ボール球のゾーンスイング率26.3%っていう、まあ、非常に低い数字に加えてゾーン内のスイング率78.9%というこの積極的なバッティングによってゾーン管理能力52.6%という とにかくね、あのー、もう甘い球は逃さないっていう理想のバッティングがもうできていたということができると思います。これがね、2020年がもう行かれた、えーまあ、明らかにおかしい数字だったんですけど、まあ、それに対して2021年、えー、ボール球のスイング率が上がって、ゾーン内のスイング率が下がってしまって、まあ、ゾーン管理能力がじわっと下がってしまったという感じですね。割と下がってるんですよね。これがちょっと気になるポイントですかね。 あの柳田選手の年齢を考えると,考えると選球眼の部分にも衰えが来てもおかしくないですしまあこの数字の悪化っていうのはすごくちょっと個人的には気になるポイントになってきます。あとはですねまあコンタクトの部分に関してはそこまで問題はなんか大きく衰えがあるっていう感じではないですけどって感じですかね。うーんまああのー バットに当てる技術に関しては、まあ、特に大きな問題は感じないけれどもそのボールの見極めの部分に関して柳田選手はちょっと問題が発生しているかもしれないということであと加えてなんですけど2020年まあ基本的にね柳田選手ってゴロヒッターなんですよ。これ,これは結構なんか重要なポイントなんですけど。 だか柳田選手はホームランバッターでなんか,なんか訳んからんホームランをようわからんホームランをなんかこうバカすか打ってる印象はあるんですけど基本的にゴロヒッターであるってことはすごく重要なポイントになってきますで柳田選手がこうフライを打ち上げることができたシーズンっていうのはやっぱり好調なんですよね。<laughs> あのーまあ、2017年とかもそうですし2020年もそうで他はね本当になんかゴロ多いんですよね本人もフライを打ちたいとゴロは打ちたくないっていうようなことを言ってるみたいですけどただそれにしてもゴロフライ比率がかなり1.31.6とかですからねあれだけホームラン量産しておいてやっぱゴロの割合結構多いんですよね まあそれをなんかミスショットと捉えるかどう捉えるかなんですけど、まあ、どちらにせよなんかフライの割合は決して高くないとで、まあ、2020年はしっかりフライを打ち上げることができてそれをかつホームランにすることができたので非常に活躍できたんですけど2021年はまあやはり、えーまあ、戻ってしまったというか、うん、ゴロの割合が増えてしまってフライの割合が減ってしまったという結果に終わってしまいましたね。 まあその柳田選手がですねその、うん、な柳田選手がゴロを打っている打ってしまっているシーズンとちゃんとフライを打ち上げられているシーズンのこうなんか数字を見比べて何かこう特徴があるかなとか思っていろいろ考えてみたんですけどまあいまいちそんなになんかね、うん、そのゴロのゴロの多いシーズンと フライの多いシーズンにこうなんか特徴的な差があるっていう感じはちょっと個人的にはちょっと見つけられなかったです。でまあそうですねまあ強いて言うなら2021年はちょっと引っ張り方向の打球が増えているかなと割と逆方向の打球の割合もそこそこあるのが柳田選手なんですけど、まあ、ちょっと引っ張り方向の打球の割合が増えたかなという感じですかね。でまあハードヒットの割合も増えてますし。 まあ弱い打球が特段すごく増えたっていう感じでもないんで、とにかく柳田選手は、そうですね、フライを打ち上げることが今シーズンはできなかったというところにすべてが、すべてかかってくるかなというような感じがしますま。去年の3割4分2厘っていう数字は、あまりにも良すぎたっていうことは事実ですけど、とはいえ、数字を落としたっていうことは事実ですしね。 あと加えてまあ言うとちょっとまあ三振じゃないあのフォアボールの数がねあのちょっと減ってきてはいるんですよね。一番フォアボールを選んでたのが20152016のシーズンでしてまあ,あの時が一番選球眼が良かったシーズンそこからじわーっとまあフォアボールの割合が減少していて。 まあ、三振の割合に関してもね、まあ、いずれちょっと、うん、増えてくるかなと、増えてきそうな感じの傾向はあるんですよね。まあ、一時期,一時期、えー、三振率が2割5分とかあって、そこからまあなんとかあの数字を減らしてきて、またちょっと戻ってきてるかなっていう傾向を感じられるので。 まあ柳田選手は全体的に、まあ、あの成績はすごいんですよ。残してる成績はすごいんですけど、まあ、ただその成績の端々にこに衰えっていうものを感じてきつつあるという感じですかね。まあ、実際、そのバビってる部分っていうのはインプレー打率が非常に高い部分があるんですよ。ただそれをまあハードヒットの高さですよね。とにかく打球速度の速さで、自分の打った打球をヒットにしやすいよう,しやすいような。 え状況が生まれているのがまあ柳田選手なんで、それを考えると、今ですね、なんていうんですか、今後、衰えてきて、打球の質が下がってきたときに、柳田選手はちょっと厳しくなってくる部分があるのかもしれないなというふうに、個人的には思ったという感じですかね。はい とということで、えー、今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。まあ、柳田選手の、まあそうですね、成績について、まあ、見てきましたけど、まあ、どんなにすごい選手でも、まあ、いずれ衰えは来てしまうんでね、まあ、これはうーん、まあ、やっぱりしょうがない、うん、しょうがないのかなというふうには思いますけども、うーんただね、ただやっぱ32歳のこの年齢でこの成績を 残せるっていいうのはますすごいことですねやっぱりま、まあやっぱりすごいけど。なんかよく分かんないバッターなんですよね。なんかホームランバッターみたいな顔をしてて、実はゴロ多いですみたいな。なんかあのー、選球眼めちゃくちゃいい,いいです感をずっと感じてるけど、まあ、最近はそんなに言うてフォアボール選んでないとか。なんかあのー、なんかちょっとよく分かんないバッターのところがありますよね、柳田選手って。 はい、ということで今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。また次回バイバイ